皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲行ってみたいと思います。昨日はですね、すごい風が強くて雨も降っててと、なんか春の嵐っていう感じだったんですけども、なんか最近梅雨みたいなね、気候になってますけども、昨日夜帰る時でも20度以上あったんですよね。寝苦しい夜だったんですけど、皆さんのところはどうだったでしょうか。風の被害とかなかったでしょうか。ぜひ今日もですね、風が強いかもしれないので、皆さん気をつけてください。はい、それでは今朝の一曲なんですけども、こんな名曲があったっていうのをちょっとふと思い出しまして、皆さん知らない人ももしかしたらいるかなと思うので、ぜひ知ってほしいなという意味も込めて、MISIA の It's Just Love、 It's Just Love っていうね、曲があるんですけど、それを言ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。 MISIA で It's Just Love。何気ない一言に傷つき気がついた。笑顔で隠せないほどもう始まっていた恋。 It's just a love、 自分にさえIt's just a love、 嘘をついて戸惑い止めどなく涙に流されて、今はまだ答え探してる。会いたい会いたい、今すぐにでも会いたい、会えない、素直になれず部屋の明かりもつけないまま、一人きりで時間止めたまま、あの日の思い出抱きしめて、受話器に手をかけて指が覚えてる、小さく並ぶナンバー、静かになぞった負けたくないと一人で何を守ってきたの。雨に打たれてみたくて外傘を下ろした。 It's just a love、 もうこれ以上It's just a love、 嘘つけない、戸惑い止めどなく流されたとしても、自分だけの時間を刻もう。会いたい夜を情熱にして、会えない夜も越えて行きたい、私らしく笑えることも、私らしく涙することも、すべてあなたにつながるから、何の前触れもなく訪ねていっても、いつもと同じように静かに
なずいて会いたい夜を情熱にして会えない夜も超えて行きたい私らしく笑えることも私らしく涙することも全てあなたにつながるから何の前触れもなく訪ねていってもいつもと同じように静かに抱きしめて はい、ありがとうございます。いい歌でしょ。ね、ちょっと僕もファル、あの朝のこの声でこのファルセットがね、ちょっと下手くそですけども、とてもいい歌なので、説明欄の方にミシェさんの動画も貼っておきますんで、ぜひ聴いてみてください。本当にいい歌なので。はい、それでは昨日のコメントを読んでいきたいなと思います。しのさん、いつもありがとうございます。おはようございます。昨日は本当にありがとうございました。寝るまでタニーさん、朝起きてタニーさん、でもスタッフであります。ありがとうございます。前回の太陽の破片、今回の2つの心は感動ものでした。ありがとうございます。尾崎さんが降りてきてる、まるでそこにいるような、いつまでも歌いつないでください。そうですね、本当に、伝わって嬉しいです。はい。まあ、本当2つの心を歌ってる時はですね、本当に気持ちが入ってて、ただちょっと音源の聞こえがちょっと聞こえづらくて、まあ、僕が自分で作った音源なんですけどね音源作るのが下手なんだと思うんですけども、ちょっと聞こえづらくて最初ねちょっと歌が遅れてしまった部分があったんですけども、伝わって嬉しいです。ありがとうございます。はい、チャーチャーさん、いつもありがとうございます。おはようございます。昨日はお疲れ様でした。最後に僕が僕であるためにを歌ってくれてありがとうございました。あ、リクエスト。はい。尾崎豊さんの曲、素晴らしさを再認識しました。本当にね、何度歌っても何度聴いてもいい曲ばっかりですよね。今日の曲も素晴らしいです。ありがとうございますと。こちらこそありがとうございます。プルメリアさん、いつもありがとうございます。タニーさん、夜中に、お邪魔してます。尾崎ナイト、お疲れ様でした。最近自分の時間がなかなか取れず、しんどかったりへこんだりすることも多いのですが、ライブの時はそんなのどっかに飛んでいって、ましたと、ね、そういう風になってくれたら嬉しいですね。はい、タニーさん最強とありがとうございます。優しい日差しって私も大好きで、カラオケ行ったら、一番歌ってる曲です。あ、そうなんですね、嬉しいです。今朝の一曲で聴けたのが嬉しい。タニーさんの歌唱は本当に心から最高です。 ありがとうございます。伝わって嬉しいです。なんかその歌とか歌声とかの奥にあるものがなんか伝わってくれたら嬉しいなと思って僕はいつも歌ってます。はい、ありがとうございます。今村ゆうまさん、ゆうまくん、ありがとう。昨日、おとといは本当ありがとうございました。昨夜本当にありがとうございました。次回の出演を決定しましたので、またお会いできる日を、楽しみにこれからも、頑張りますと。ありがとうございますね、もう本当に、もう本当にゆうまくんのおかげで、今回皆さんね、いつも以上に楽しんでいただけたかなと思うんで、本当に感謝です。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、
元旦那さん、いつもありがとうございます、タニーさん、おはようございます。尾崎ナイト、お疲れ様でした。興奮冷めやらぬうちに優しい日差しで、ノックアウトです。ありがとうございます。ゆうまくんのギターでタニークオリティもアップしましたねそうですかね、タニーさんのちょっとあやふやな場面もゆうまくんはさりげなくカバーしてました。そうですね、本当にカバーしてくれてるって思いながらね、さすがさすがだなって思いながら、やってましたけど、次回も楽しみにしてます。ありがとうございました。まあ次回はですね、もう本当次回はちょっときっちり作り込んでやりたいなと思うので、まあ多分次回は僕の選曲でいくと思います。僕の選曲で、もう結構前からもう練習を始めてっていう感じにしたいなと思います。皆さんにいいものを届けたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。たまちゃんさん、いつもありがとうございます。髪を黒くして白 T シャツで見た目は尾崎に寄せてる感じなのに、歌はあえてタニーさんの地声で歌うとはとまあ一応多少寄せてるつもりなんですけどね、どうしても朝って声を抑えて声が張れないので、どうしても近所のあれが気になって声が張れないので、どうしても地声になっちゃうと思うんですけどね、この曲は尾崎ファンなら絶対選ぶ一曲。そうですね、静かな歌だけど、熱唱したくなっちゃうんですよね。そうですね、もう素晴らしい曲だと思います。本当僕も一番大好きなので、ありがとうございます。アスカめぐみさん、いつもありがとうございます。優しい日差し、当時は私も中学生だったけれど、先生が尾崎ファンで、授業で先生の一番好きな尾崎の歌ということでラジカセで聞いた思い出の、素晴らしい先生ですねタニーさんの優しい日差しは熱い心がこもっていて、教室で聞いていたあの頃にタイムスリップできました。そうですか、ありがとうございます。そしてゴーさんの哀愁のカサブランカ、歌い出しだけでも最後、そうですか抜き締めると巻き戻して1回15回くらい聞いちゃった本当ですか、ありがとうございます今度じゃあちゃんと歌いますね。モノマネではたまにやったりするんですよ、哀愁のカサブランカ。モノマネしながらこう席を回って握手しながら回るみたいなそんなネタでやってますけどね。はい、ありがとうございます。朝朝さん、いつもありがとうございます。こんばんは。今日も素敵な一曲ありがとうございました。もういつもありがとうございます。はい、みつこさん、いつもありがとうございます。おはようございます。昨夜はお疲れ様でした。またありがとうございました。初めて尾崎豊さんのライブ、視聴&参加させていただきましたと。もう感動の一言に、限り、まるで彼が降りてきて、そして思いっきり訴えているような、私が知る限りの尾崎豊さんの曲は I love you 卒業印象しか知らなかったんですが、他にも知ることでき何よりです。今の曲もと。そうですね、そういうふうに思っていただけると本当嬉しいですね。昨夜 NHK の番組で、尾崎豊さん没後30年、今も響く青春の叫びで同級生の方が語ってるのを見て、感慨深いものを感じ、またあの卒業の曲のことも話されてましたね。じんときました。今日もワンちゃん猫ちゃんちらっと余韻に、浸ってたようですねちらっと映ってましたね。明日も楽しみにしてます。ありがとうございます。今日もねちらっと映ってました、ここにいましたね。はい、ありがとうございます。オリオンさん、いつもありがとうございます。おはようございます。先日は尾崎ナイトお疲れ様でした。とても大盛況だったのではないでしょうか。自分も今回初めてリアルタイムで拝見させていただきました。素晴らしかったですね。本当にね、久しぶりに50人以上超えて、一番多い時で80何人とか見ていただいて、まあ以前に一番多かった時100何十人とかっていう時もあったんですけどね。でも本当最近ではもう一番盛り上がった感じでしたね。はい、自分も今回初めてリアルタイムで拝見させていただきました。素晴らしかったです。ありがとうございます。尾崎ファンにはたまらない一夜になったことでしょう。これからも期待します。ありがとうございます。これからもで頑張りますんで、
はい、よろしくお願いします。野中圭介さん、いつもありがとうございます。おはようございます。昨日のライブ楽しかったです。また次回を楽しみにしてます。ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ゆかさん、いつもありがとうございます。温かな男お言葉をありがとうございました。いえいえ、本当にね、気持ち沈む気持ちもあるとは思うんですけどね、僕のオリジナルソングで書いてる言葉があって、僕が好きな言葉なんですけども、なんていうんですかね、まあ厳しい現実というかね、どんなに悲しいことがあっても、どんなに辛いことがあっても、明けない夜はないというかね、必ず明日はやってくるっていう、だから未来に向かって生きていこうみたいなメッセージを込めた、歌が、あなたに会いたいっていうね、歌があるんですけども、もしよかったらゆかさん、そのね、僕のオリジナルソング、あなたに会いたいも、会いたいでしたか自分で作ったのに題名が思い出せん、聞いてみてください。はい、ありがとうございます。おすめしさん、いつもありがとうございます。いいね、いいですね、そのシンプル、ありがとうございます。はい、ななさん、いつもありがとうございます。おはようございます。昨日はありがとうございます。ずっと泣いてました。あ、そうですか、伝わってよかったです。もう尾崎にしか見れなかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。とこちらこそありがとうございます、まあ僕も歌ってる時はですね、モノマネしてるっていう感覚もなく、ただ単に多分皆さんと同じように尾崎豊さんの歌を例えばヘッドホンで聞いてて、そのヘッドホンで聞きながら尾崎豊さんと一緒に歌ってるような感覚で歌ってます。だからそういう風に見えたら嬉しいなって思います。本当にありがとうございます。はい、てるてるさん、いつもありがとうございます。おはようございます。ゆうまさんと、ね、ゆうまくんの応援ありがとうございます。はい、皆さん、コメントたくさんありがとうございました。もう今までで一番コメントの数が多かったかなと思うんですけど、はい、今日はこれからですね、美穂の朗読会っていうのがあってですね、今日は朝からちょっとバタバタする、感じなんですけども、夜はニャントレというボイストレーニングがあるんで、まあ今日はイベント尽くしという感じですかね。はい、天気が荒れないことを祈ってます。はい、それでは週の真ん中水曜日ですけども、週末に向かって頑張っていきましょう。また明日。